枕の一例小さなパイプを詰めた枕。詰め物だけ手早く洗って乾かせる。枕とは、就寝時に頭部を乗せ指示するための寝具。形状は数センチの厚みのある小さな板状のもので、クッション性を持たせたものが多い。スポンジや面、羽毛など柔らかいものを布の袋に詰めた柔らかいものが欧米では一般的であるが、 プラスチックやもみ柄を詰めた適度な硬さがある枕も用いられている。陶器など寒い時期には首の横から冷たい空気が布団の中に入り込むのを防ぐ役割も果たす。枕はほとんどすべての文化で用いられており、頻繁に出土品として発見され、古代エジプトの墳墓からも発見されている。1924年に南アフリカでアウストラロピテクスの頭蓋骨のもとに、 人為的に砕かれた石が敷かれていたのが発見されたが、最終的な意味で敷かれたのか、それとも実際に使われていたのか定かではない。古代においては、丸太や平たい石をそのまま、あるいは藁や誠、菅などの茎を束ねて、枕として利用したが、木材、石材の加工や布の染色と裁縫、陶磁器製造の技術進歩に伴い、枕は重要な工芸品になり、まず、 中国で丹念に装飾された布製、陶磁器製の枕が広まり、中世ヨーロッパでも広く貴重品として売買された。貧しい人の間では、洗い布を縫い合わせたものに藁を詰めたものが広く用いられていたが、地域により骨焼き、時には石に布を巻いたものが枕に用いられた。産業革命以後は安価に大量生産された布を使い、様々な枕が作られるようになり、 現在に至る。日本の古墳時代には古墳の被葬者に対して、ハニ製、石製、琥珀製など多様な材質の枕を用いた。これらは権力者の文化であり、死者に用いる枕文化である。これらの枕文化は当時の加工技術を知る上でも重要な考古学資料となっている。江戸時代以前の日本では曲げの形を崩さないようにする必要があった。そのため、 箱の上に布製のくくり枕を取り付け高さを上げた枕が使用された。こうした枕はあずち枕と呼ばれ、男性用と女性用では形状が異なった。箱の多くには引き出しがついており、小物や金品など貴重品を入れる金庫の役目を果たしていた。そのため、盗人のことを枕探しと呼び、火事の時は枕を抱えて逃げた。また、 引き出しに春画を入れることも多く、枕絵と呼ばれるゆえんとなっている。様々な文化において、枕は聖夜死と密接に結びつけられている。日本語の枕は、玉倉、つまり魂の蔵が語源であるとする説がある。かつては、海難事故などで葬儀の時に遺体がない場合に、個人の使っていた枕を代用する風習があった。適度な、 硬さを持つものを加工し頭を乗せやすくしたものと袋に詰め物を押したものに対別できる。枕の付属品として枕カバーがある。人は睡眠中、一晩でコップ一杯ほどの汗をかくと言われているが、頭部からもそれなりの量、汗をかいており枕にそれが吸い込まれる。また頭皮や皮脂なども本人が知らぬ間に枕に付着することになる。枕は そのままもチーズに薄い布でできた枕カバーで包んで使うことが多い。枕カバーは定期的に洗い、清潔に保つのが望ましい。それでも枕本体は汗が吸収されては、その一部だけが蒸発し、不十分に乾燥することを繰り返すので、枕本体の天日干しか陰干しを定期的に行い、しっかり乾燥させるのが望ましい。また、そうした作業をしても、 どうしても、頭皮、皮脂はカバー越しに枕本体に溜まってゆくものなので、枕本体の詰め物が洗濯可能な材質の場合は、枕本体も定期的に洗い日干しを行うのが望ましい。枕は蒸気のようなケアをしっかりしないまま長く使用し続けてしまうとダニが発生してしまうことが多い。ダニは湿っぽい場所では活発に繁殖する傾向があり、 汗で湿っぽくなりさらに皮脂などの栄養物が蓄積した枕は、なおさらダニにとって繁殖しやすい環境となるためである。ダニはアレルギーを引き起こす場合がある。これは、特にアトピーや喘息を持つ人の場合には深刻な問題である。アレルギーの原因として、ダニの糞、死骸などが主なアレルゲンであり、除去方法として、 枕に掃除機をかけ、生きたダニやダニの死骸やダニの卵を吸い取って除去し、洗濯機でしっかり丸洗いし、よく晴れた日に日防止し、十分に高温にし、乾燥させるのが効果的とされている。また問題を防止するため、最近では棒ダニ加工をしてある製品も販売されている。ただし棒ダニ加工の効果は、ある程度期待でき状態は改善するものの、 長期にわたって完璧を期待するのは無理な場合も多く、やはり時には洗濯、日干しなどのメンテナンスの手間がある程度はかかると覚悟しておいた方が良い。また抗菌加工が施された枕やアレルギー対策枕も販売されている。抗菌枕は詰め物にポリエステル、布にポリプロピレンなどが使われる。元島根大学の内藤恒平博士によれば人間は もともと反射的、力学的に体にとって楽な姿勢を取ろうとするもので、枕も人間が体を健康に保つツールとして必然的に発生したものという。最近では、ただ頭だけを支えるだけではなく、首の形を整えて頭を支えるものと言われている。また首や頭の形状は、体型、年齢、精査などで千差万別であるし、マットレスや敷布団との相性もあり、 誰にでも合う万能枕はなかなかお目にかかれない。しかし、最近ではエアバッグで調整できる枕や、麺や、ポリウレタンなどの柔らかい枕は、蕎麦柄の硬い枕よりも高く、蕎麦柄では、麺やポリウレタンよりも、低い枕を選ぶ方法がある。が、様々な要点があるのでこれだけが原因とは言えない。オーダーメイド枕も色々な会社から販売されている。 また、専門外来、枕外来を行う山田潮里医学博士は、寝返りを促す枕調節は重要であり、適した高さの枕は、睡眠姿勢の改善に寄与すると提言している。寝返りを促す枕調節の意義と睡眠姿勢の改善関節リウマチの睡眠を考える第55回日本リウマチ学会総会、学術集会発表資料より、クッション類に、 枕の名がついているものもある。抱き枕、首枕、足枕などがある。昼寝や仮眠を取る際はデスクに腕を枕に、うつ伏せで寝ることが多い。しかし、腕が痺れてしまう。そうしたことのないようデスクで睡眠するための補助枕が出ている。中ホテルなどでは、基本的には毎日交換する。家庭では毎日。 数日おきに長い場合でも一周置き程度で交換することが望ましい。それ以上つけっぱなしにすると汗などによって匂いが発生し本人が気づかないうちに頭髪が匂うようになる。最近は100円均一の店で枕を物干し竿でうまく干すための商品が販売されており販売商品点数ランキングの上位にも登場することがある。ほか、ありがとうございます。